キヘビマルはサボテンカギムノカリキウム属の一種である。和名であるキヘビマルの読みはオーダマルであるがキダマルとも読まれることがある。また別名としてコトウと呼ばれることもある。学名であるアンドレアはドイツ人サボテン専門家のビルヘルム・アンドレアへにちなんだものとなっている。キヘビマルは多くの場合、青緑色から青灰色の休憩、もしくは短い円柱状で、 最大直径1 5トルほどの大きさに成長する。また量は8から12個ほどで深く形成されている。膝の中央から突き出る中指は欠落する場合もあるが、基本的に暗褐色で少し上向きに湾曲して突出して最大で1 3センチメートルになる。その周辺に約6から10個ほどの数で放射状に広がっている。 差しは0.8から1.5センチメートルほどに成長する。キヘビマルの果実果色は淡く明るい黄色で外縁部は白や淡いピンクで花の大きさは直径4から5センチメートルほど、加賀の長さは最大4センチメートルになる。果実は休憩から円筒型でその大きさは直径で最大1.2センチメートルほどに達する。キヘビマルは主にアルゼンチンのコルドバ州と サンルイス州の標高1500から2700メートルの間に多く見られている。IUCN による絶滅危惧種のレッドリストでは定期研修に分類されている。1930年にフリードリヒベ・ベデーケルによってタマサボテン属アンドレアとして記載された。その後、クルト・バッケーベルクが1936年にこの種をギムノカリキウム属に分類して現在へと至っている。 アッシュと編集は次の通り、ありがとうございます。